リスかな小鳥かな始まっちゃったね。イエーイ始まっちゃったね。ちょっとやばいね。ちょっとリハーサルの時とかこんなに人がいなかったんだ。いやいや、またすげえちょっとびっくりしちゃったんだけど、すげえ。今日はちょっとやばいメンバーばっかり集まってくれたみたいで。ありがとう。改めまして、宇多田ヒカルのモノマネで生計を立てておりますミラクルカレッジです。イエーイ。よっ、おめでとう。ありがとう。なんか今日もだろう、デトックスの日なのかな。なんかこうデトックス系で、なんかあんまりステージの上で泣いちゃったりとかないんだけど、やっぱりモノマネがいいな。オリジナルいい。オリジナルとかもうどうかな。いや最高。違うか。素晴らしい。スタッフの人がね来てるのに違うか。みんなもねあんまり気づかなかったと思うんだけど、今日特別にここまでステージ登場してくるまでっていうのは、ちょっとリップスライムを今日も意識してるな。分かった。リップスライムのステージをちょっとイメージして飛び出してきちゃった私なんだけど、ちょっと分かるかな。あんまり分かんねえ。あ、違う感じ。ちょっと違うかな。あんま分かんなかったか、分かりづらいか。そうか、もう一回やろうか。はい。ここの部分なんだけど、リップスライムを意識してた。分かりづらいか、どっか。分かんねえ。そんなこんなでですね、今日もやべえやつらばっかり集まってもらって、ほんとすげえ嬉しい感じなんだけど、今日フリースタイルって感じ。っていう実力のあるやり方のステージになってるわけなんだけど、すげえやべえぜ。フリースタイルって何事でも何も持ってないわけだから、何も持たずしてステージに立つ、これはすげえやべえことで、生きるか死ぬか、まあ、私のオリジナル CD と一緒で、ミニオン or die。 ごめんなさい、ね、ありがとう。それではですね、ここでもう一曲、私のオリジナルソングを聴いてもらいたいんですけど、16歳ぐらいの時に考えた曲で、やっぱり今日せっかくみんな来てくれてるので、このおおおえええええええ思い出したって、なんかトラウマっていうのか、なんかさっきの似てるですがーってやってて、おおっていいところでちょっとひょうさん出てくださいって言って、スタッフの人が読んだね、おーいいところにって感じで、今ちょっと一時停止してるんですよ、出てきて、新しい感じのやつで、すごくなんかシャンパンピンクみたいな感じの色のやつが出てたから、それをこうパッてやってたんだけど、おーって一瞬なんかすごくちょっとフラッシュバックしちゃって、そんな子まで、じゃあもう一曲、おっ来た。